ミネグモは日本海軍の駆逐艦。浅潮型駆逐艦の8番艦である。戦士総書等一部資料ではミネグモと表記する。一等駆逐艦ミネグモは日本海軍が藤永伝造戦所で建造した浅潮型駆逐艦で1938年4月に竣工した。1941年6月23日、駆逐艦夏潮と黒潮を巻き込む。 多重衝突事故を起こした。12月8日の太平洋戦争開戦時、引き続き朝潮型4隻で編成された第9、駆逐隊に所属し、第4水雷戦大量艦と共に、南方作戦に伴うフィリピン作戦、ライン作戦等に参加した。1942年6月上旬のミッドウェイ作戦や、ガダルカナル島攻防戦に伴う8月中旬の第2次。 ソロモン海戦前後における第9駆逐隊は第2艦隊司令長官、近藤の武中将の従順用艦船隊と行動を共にした。ミネグモは8月20日にトラック白地で座礁し、海戦後は空襲で損傷した水上規模艦地とせを護衛した。9月下旬よりソロモン諸島に進出、ガダルカナル島への駆逐艦輸送作戦に従事した。 10月5日に空襲を受けて損傷する。内地に戻り、横須賀で修理を行った。戦線復帰後の1943年3月上旬、峰雲特区間村雨は、コロンバンガラ島を輸送作戦を実施する。クラワンを航行中の3月5日夜、連合軍艦隊のレーダーを活用した夜間奇襲攻撃により、村雨と峰雲は一方的に撃沈された。 1936年12月14日、日本海軍は建造予定の浅潮型駆逐艦に、峰雲の艦名を与えた。1937年3月22日、藤永伝造船所で寄港する、同年11月4日に浸水。1938年4月30日に竣工し、第41駆逐隊に編入された。12月15日に、第3予備艦となり、 横須賀海軍交渉で上タービン機関の改造工事を実施した。1939年11月15日、第41駆逐隊は第9駆逐隊と解消された。1940年10月15日、鈴木友津厚中佐が艦長に就任した。11月15日、第9駆逐隊は第2艦隊第4水雷戦隊に編入された。 1941年4月10日、佐藤康夫大佐が第9駆逐隊司令に就任した。6月23日、峰雲は日向棚田,田で影楼型駆逐艦夏潮の右舷中央部に衝突した。艦首を損傷した峰雲は後進をかけたところ、後続の影楼型駆逐艦黒潮に追突され、左舷艦尾も損傷した。呉海軍交渉で、 約5ヶ月間に及ぶ修理を行ったが、太平洋戦争の開戦には間に合った。同年12月8日の開戦時、第9駆逐隊は朝潮型後から8番艦4隻で編成され、第4水雷戦隊、第2駆逐隊、第24駆逐隊と共に、人を部隊に所属していた。南方作戦において、美岩上陸作戦、林河沿湾上陸作戦を支援した。 12月31日、別行動中の三雲が嫌いで大破し、戦線を離脱した。三雲を除く、第9区逐隊3隻は引き続き第4、水雷戦隊各隊と共に行動し、1942年1月より、タラカンやバリクパパン等の攻略作戦に加わり、2月以降は、マカッサル攻略作戦やジャワ島攻略作戦に、協力、乱印作戦に従事した。 1942年2月下旬、ジャワ島攻略を目指す日本軍輸送船団を、エイミー・ラン号のアブダ艦隊が迎撃し、スラバヤ沖海戦が勃発した。第9駆逐隊のうち、朝雲と峰雲は、第5戦隊、第2水雷戦隊、第4水雷戦隊各部隊各艦と共に海戦に参加したが、夏雲は駆逐艦海風や、艦若等とに輸送船団を護衛し、 放来激戦は行わなかった。快適したアブダ艦隊に対し、第四水雷戦隊は、日本艦隊の中で、最も接近し、中でも、佐藤康草大佐の浅潮型2隻は、アブダ艦隊に向けて、突撃を続けた。従順ハグ黒の砲撃を受けた、A 従順エクセターの離脱を援護するため、A 駆逐艦が応戦する。ミネグモと、アサグモは、円幕から出てきた。 A 駆逐艦2隻と距離3000メートルで砲撃戦になった。朝雲が損傷したが、峰雲は朝雲を援護しながら、砲戦を続行した。その結果、エレクトラを撃沈し、エンカウンターと駆逐艦ジュピターを撃退した。朝雲は修理のため戦線を離脱、第9駆逐隊の司令駆逐艦は夏雲になった。3月1日未明、東部ジャワ上陸船団は、入りパクを開始する。 第9駆逐隊を含め4水戦各部隊、各艦は、軽巡絹や、第8駆逐隊等と共同で紹介を行った。連合軍の空襲を受け輸送船1隻、角座、1隻大破、他に、絹が勝破した。また、白地や周辺海域では、連合軍の魚雷艇や、潜水艦が活動しており、峰雲は2水戦や4水戦の両艦と共に紹介、迎撃、相当に従事した。 3月9日、オランダ軍は降伏した。3月下旬、ミネグモを含む第4水雷戦隊は、インド用クリスマス島攻略作戦に参加した。同等の守備隊は3月31日朝に降伏した。4月1日18時、同等周辺を紹介中の軽巡中と第9駆逐隊をアメリカ潜水艦シーウルフが襲撃し、中は、 シーウルフの来撃で大破した。中は、軽巡ナトリュに栄光され、第9駆逐隊含め、攻略部隊、核部隊、各艦に護衛されてクリスマス島を離れ、ジャワ島、バンダム湾へ帰島した。6日、第9駆逐隊は大破した中を護衛し、バンダム湾からシンガポールへ移動した。中はシンガポールに残り、修理を続けることになった。12日、夏雲とミネグムは、 横須賀に向けてシンガポールを出発する。途中で同リットル空襲を実行した米機動部隊を追ったが快適できず20日夜に横須賀に到着した。5月2日、本州南岸において水上規模艦水保がアメリカ潜水艦ドラムに撃沈される。従順高尾とマヤが救助を行い、第9区畜隊は基地航空隊や防備部隊と共同で対戦相当を行った。 5月15日、三雲は第9駆逐隊から除かれ、浅潮型3隻に減少する。まもなく第4水雷戦隊機関も、長良型軽巡洋艦由来になった。5月19日、第9駆逐隊は、高尾型重巡洋艦と、混合型戦艦を護衛して、瀬戸内海へ移動した。ミッドウェイ島攻略を目指すミッドウェイ作戦において、第4水雷戦隊は、 攻略部隊主体に配属された。近藤町幹事期卒の攻略部隊本隊は、第4戦隊第1小隊、第5戦隊、第3戦隊第1小隊、第4水雷戦隊、空母随法特築艦三日月、タンカー4隻、途中合流の特殊水上規模艦治療だと、日進であった。6月5から7日のミッドウェイ海戦で、日本は空母4隻と、 従順三隈を失うなどして敗れた。山本56連合艦隊司令長官は一部兵力で、県政部隊を編成し、また、アリューシャン方面の北方部隊を増強することを、加齢した。第5戦隊司令官、高木武雄中将を指揮官とする県政部隊は、米機動部隊の追撃を引き付けるため、米空島近海で行動した。基地航空部隊と連携式伝を更新したが、 めぼしい成果はなかった。14日、同部隊は、北方部隊に編入された。峰雲は原曜丸と共に行動していたが、15日に、県政部隊と合流して、アリューシャンで島方面に転戦した。その後、第5戦隊司令官指揮下の第2支援隊、第9駆逐隊、朝雲、夏雲、峰雲、第21戦隊、軽巡基礎、軽巡玉、 タンカー原用丸として行動し、米機動部隊の出現に備えた。米機動部隊は出現せず各艦は撤収し、7月上旬には内地に帰島した。第9駆逐隊が北方で行動中の1942年6月15日、中は予備艦となって第4水雷戦隊から除かれた。6月20日、第4水雷戦隊司令官は、 西村昌司少将から高間艦少将に交代した。ミッドウェアリューシャン作戦後の連合艦隊は、第2水雷戦隊、第3水雷戦隊、第4水雷戦隊に、本州南岸の適正相当を命じており、北方から戻った第9駆逐隊も紹介に加わった。本艦が所属したのは、オッツ相当隊であった。8月7日、 米軍はガダルカナル島とフロリダ諸島に上陸を開始、ガダルカナル島の戦いが始まる。第四水雷戦隊は、前進部隊に所属、高尾型と秒光型の従順洋艦船隊、長戸型戦艦道の区や水上規模艦地と瀬戸と、共にトラック白地に集結した。20日、トラックを出港する際に、峰雲は冬島で座礁した。峰雲は、 応急修理を行った後、輸送船を護衛して、全身部隊を追いかけた。第二次ソロモン海戦における、全身部隊は、空母エンタープライズ艦載機の急降下爆撃により、水上規模艦チとせが損傷、人力相打となった。ミネグモは、チトセを護衛して、トラック白地に交代した。同館は、トラック白地で9月20日まで修理を行った。9月中旬。 ガダルカナル島、ヘンダーソン飛行場に対する日本陸軍の総攻撃を支援するため、前進部隊の一員としてトラック白地を出撃した。9月15日に空襲で妙高が消破したほか、大規模な戦闘はなかった。9月20日、連合艦隊は第四水雷戦隊の大部分を外南洋部隊に編入することを発令し、各艦は前進部隊と分かれて順次、 ソロモン諸島ブーゲンビル島ショートランド白地に進出した。9月25日、ショートランド白地で B-17 重爆の空襲を受けたユラが勝破した。10月1日時点で第9駆逐隊は外南洋部隊増援部隊に所属していた。2日、第9駆逐隊司令佐藤康草大佐指揮下の駆逐艦5隻は霊式、水上観測機の援護を受け、 ガトウ輸送に成功した。5日、佐藤大佐指揮下の駆逐艦6隻は、陸兵約650メートル、野2門と、各手段役を搭載し、ショートランド白地を出撃する。午後3時過ぎ、急降下爆撃機、SBD ドーントレス9機の空襲により、ミネグモは、資金弾で浸水する。発揮可能速力12ノットとなった。この作戦では、も金弾により、 浸水被害を受け、途中で引き返している。夏雲は峰雲を護衛して、ショートランド白地に帰投した。村雨と峰雲は修理のためラバウルに移った。10月12日、サボ島沖海戦で、姉妹艦夏雲が沈没、第9区逐隊は、朝雲と峰雲の2隻になった。10月20日、宇がきまとい連合艦大山傍聴は、損傷した。 駆逐区間サミダレの手法方針をミネグモと交換するよう指示した。30日、サミダレがトラック白地に到着し、工作艦赤石で両艦の工事を行い手法を完走。サミダレの非式 40mm 基準とミネグモの96式 25mm 広角基準も交換した。11月16日、ミネグモはトラック白地を出発し、23日に、 横須賀に到着した。12月3日、横須賀から横浜に開港され、修理を行った。1943年2月1日、峰雲駆逐艦長として、上杉義雄中佐が就任した。12日に修理が完了し、輸送船ブコマルを護衛して、横須賀を出発22日にトラック白地に到着した。峰雲が航海中の2月15日で、 第九駆逐隊司令は佐藤安夫大佐から小西金目大佐に交代した。当時の日本軍はガダルカナル島から撤退し、中部ソロモン諸島ニュージョージア島ムンダに飛行場を築いて新たな防衛拠点を整備しようとしていた。だが輸送船団への空襲で補給が途切れ、各島では弾薬と兵員の領食が欠乏した。結局、日本軍は 中部ソロモン諸島でも小型艦艇によるネズミ輸送に頼らざるを得なくなった。この動きに関連し、トラック白地の村雨とミネグモもソロモン、諸島輸送作戦への従事を命じられた。2月27日、第2区畜隊司令、立花の正尾大佐が指揮する2隻は、南東方面部隊に編入される。28日トラックを出撃し、3月2日朝にラバウルに到着した。 3月4日夕、ドラム缶200本ずつと弾薬量食を上艦ンに満載し、ラバウルを出発した。同日、ビスマルク海海戦沈没艦の生存者を乗せた、ウラナミと初雪がラバウルに帰島した。輸送隊は、ブーゲンビル島部員を経由して、3月5日午後9時30分から10時30分まで、コロンバンガラ島クラワンで揚陸を行う。 中部ソロモン諸島の防備を担当する第八連合特別陸戦隊司令官を追った実海軍少将,将には同部隊副官として前年12月1日まで峰雲法術長であった岡野雄造隊員が赴任していた。村雨と峰雲が揚陸した物資は隣の入場ジ,ジア島の部隊に届けられた。キ路は北上してショートランド白地へ向かった。しかし二隻の行動は不備。 カタリナ飛行艇などで米軍側に掌握されており、潜水艦グレーバックとグランパスがクラワン出口に配備された。天候は薄曇り、月齢28、視界15キロメートルほど、風もない、静かな夜だったという。当時、アーロン・エース・メギル少将を指揮する第68任務部隊の軽巡3隻、駆逐艦3隻は、ムンダ飛行場へ、艦砲射撃を行うため、 クラワンに侵入していたが、日本艦出現の報告を受けて、攻撃準備に入った。22時57分に、レーダーでミネグモとムラサメを探知し、23時1分に、砲撃を始めた。レーダーのないミネグモと、ムラサメは、米艦隊の存在に気づかず、当初は空襲と誤認した。まずミネグモが、被弾炎上し、ムラサメも、主砲や機関部を破壊され、航行不能に陥った。 ミネグモは、飛弾から間もなく艦中央部に魚雷が命中し、艦尾から沈没していった。コロンバンガラ島の日本軍守備隊は、北東沖で一隻が爆発するのを目撃した。米軍の記録では、ミネグモは、駆逐艦ウォーラーの魚雷で、ムラサメは、巡洋艦三隻の砲撃で沈没した。日本側の記録では、ミネグモの沈没時刻は23時15分。 ムラサメの沈没時刻は23時30分。ミネグモの陸民255名のうち、生存者は45名、戦死者は210名であった。沈没時は2隻とも多数の乗員が生存していたが、敵艦より、機銃装射を受けたり、長時間に及ぶ漂流によって、多数が行方不明となった。また同日のコロンバンガラ島守備隊は、メリル隊の艦砲射撃を受けて、 甚大な被害を出しており、大発動艇による救助が遅れて死者が増えてしまったという。なお、コロンバンガラ島警備隊から派遣された救援隊の隊長は、元ミネグモ法術長の丘の隊員であった。その後、コロンバンガラ島の日本軍守備隊に救助された、ミネグモと村雨の生存者、計179人は、ネズミ輸送で小島に到着した各艦などに収容され、ラバウル経由で、 横須賀に戻った。村雨が所属していた第二駆畜隊司令の立花大佐は、峰雲と村雨の沈没原因について、敵巡洋艦3隻の砲撃と B-17 十数機の空襲と報告し、レーダーに厳重に警戒するよう注意を喚起した。なお峰雲と村雨は、アメリカ潜水艦グランパスの撃沈に関与した可能性があるが、 種ヶ島幼児の海藻には特に潜水艦攻撃を行った記述はなく、現時点でグランパスの喪失原因は謎である。4月1日、ミネグモは駆逐艦隻と朝潮型駆逐艦から除籍された。まだ第9駆逐隊は、ミネグモの沈没により朝グモ一隻となり、初雪型駆逐艦の薄雲と白雲を編入して三隻編成となった。本艦の艦名は、 海上自衛隊の護衛艦、峰雲に継承された。山城勝森少佐、中佐、1938年1月20日から1938年4月30日。山城勝森中佐、1938年4月30日から1938年11月15日。山田哲夫少佐、中佐。 1938年11月15日から1940年10月15日、鈴木ともつ中佐、1940年10月15日から1943年1月25日、以後1943年2月1日まで、駆逐艦長の発令はなし。上杉義雄中佐、1943年2月1日から1943年3月5日、戦死。 同日付に海軍大佐、ありがとうございます。